そして超能力者と元捜査官が一騎打ち、事件の核心に迫る。あなたは間違っている。私は元捜査官ですよ。しかしあなたたちが出した証拠が少ないから、ご両親から不満が出るのではないですか。5日間の投資捜査でジョンが導き出した一つの答え。マデリンちゃんがここにいたに違いない。そしてイギリス警察も動き出した。7年前ポルトガルのリゾートでイギリス人少女が失踪、未だ行方不明、謎多き未解決事件を鳥肌スクープ。